複流 RZ r ターン r n 2 0は電気通信の信号伝送で使用される伝送ロ符号の一種で各ビットの間で必ずゼロに復帰する方式である。これは伝送したい信号に1や0のビットが連続する場合でもゼロが挿入される。これにより他にクロック信号を送信しなくても同期を取ることが可能となるがノンリターン u r ゼ2 0の方式に比べて2倍の 帯域幅が必要になるという欠点がある。ここでいう、各ビット間の0とは、例のビットを表す優位状態とは異なり、パルス振幅変調における、0振幅、位相シフトキーイングにおける、0位相シフト、周波数シフトキーイングにおける、中間周波数のことを指す。この0状態は、典型的には、1のビットを表す優位状態と例のビットを表す。 有意状態との中間にある。リターン2-0には同期のための規定が含まれているが、ノンリターン2-0の伝送ロフ号と同様に0や1のビットが連続する場合に、ベースラインワンダーという直流成分が残ってしまう。リターン2-0、インバーテッドは伝送のためのマッピング方法である。日信号が0であれば、パルスを出し、日信号が1であれば、パルスを出さない。 これは、イルダシリアル赤外線の物理層仕様で、使用されており、パルス帳は、ビット帳の3、16である。この種類の変調に必要な帯域幅 BW は、BW イコール R である。伏流 RZ では、日信号の1を v ボルト、日信号の0を引く、v ボルトとして符号化し、0トは、ビット間のパディングとして使用する。伏流、 RZ 符号化はリンク429バスで使用されている。3つの状態を持つ他の伝送路符号。ありがとうございます。